お、来た来た。ホーキンス国立研究所地下施設にて新キラーデモゴルゴン実装されました、やっていきますということで、まあ PTB の動画を2本ぐらい上げてたので、まあ、そこからの変更点主に行こうかなと思いまして、うん、でデモゴルゴンがそのシュレットですね、あの飛びかかりの後の硬直が2秒から 2.25 秒に伸びてナーフされたっていうのだけ最初聞いてて、うっそナーフされんのって思ってたんですけど、それ以上にまずこの足跡めっちゃでかいじゃないですか。この子ドスンドスン、これこれの聞こえる範囲が19メートルから16メートルに減ったと、うん、なのでまあ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 、あのそれは嬉しいことで、さらにこのワープゲートを通った時その出てきてる音が16メートルの範囲まで聞こえてたらしいんですけれども、今は8メートルになってます。なのでちょっと一回使ってみよう。ニョキニョキニョキって言って、まあ、8メートルの範囲にしかこの登場してる音が聞こえないらしいので、かなりこの探知負荷が効くようになるなと。そっちの方がかなりでかいんじゃないかなと、うん、で今探知負荷の状態をちょっとだけ伸ばしているので、今の発電機をもしサバイバーがやってたらかなり発見には気づくのは遅くなるんじゃないかなと思います。やっとったサバイバー、あれスプバやな、うん、スプバネキオッケー。というわけで、お、なんだ、あ、この人もスプバニキか。よし、新サバイバーせっかくなんで追っていきましょう。しかもこの人有料の DLC の服まで買って、スティーブ好きね、あんた。オッケー。おお、何、離れる、なるほど、えらい。ちょっと分かってそうなサバイバーだが、オッケー、これ間に合う。渇望が溜まっているんだ途中までケイトを追っていたからねその渇望を受け継いだ感じで、ここはなるほどな。あれ、スマチャコある、この人なんか。オッケー、いいね、スプバニキやから出歯を気にしなくていいのが良かったです。そしてこれ、新パークの中でサージが24メートルから範囲32メートルに伸びましたということで、今ぶっ倒したのでここの発電機が爆発しまして、蹴られてる状態になって、あれなってた今、あ、お前触ったなせっかく俺がサージかましたのに。 OK でもこの人は取っといて、この板壊してちょっともう一回蹴るわこのようにサージが決まっておりますって説明しようと思って発電機のとこ行ったのによ触りやがって。 OK っていう、ちょっと、あー、なるほど、ボロってるか、いいね、ボロってるね、うん、なるほど。まあ追いかけるか。スプバースプバに、あ、もう一人おる、なるほど。まあいいか、ここで、おおじいちゃんでいいか。 OK、まあ、DS 新サバイバーでもう、何これ、え、何この窓すげえ、あれこんなん前あったっけ。 OK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 、 今の窓何、なんか新しくできてない。オッケーオッケー、サージ決まってんねん。うん、あのこの前にね、このホーキンスに、そう、俺ね、新この新キラーをホーキンス新マップで1回もやってなかったので、今回ホーキンスで撮りたいなと思ってたので2試合ほどこの前にやってるんですけど、うん、サージね、あの32メートルあると結構決まる、うん、そうなので、その代わりなんだ、交代率が 12% から 8% にはナーフされてるんですけれども、それでもね、32メートルに伸びた方がめっちゃでかい、うん、これね、敵を張っ倒した後にその発電機蹴らなくていいっていうのもね、すげえ楽、うん、結構ね効いてくる場面あると思う。なので今のサージ32メートルなら、おっ、 OK、32メートルなら結構使えんじゃねと個人的には思っておりますという感じですね。破滅めっちゃ残ってるやん。そう、こう新マップね、あの改めて実装されたから、改めて本実装なので、まずサバイバー側もね、よし、ちょっとあそこ飲んでみようか、見えたし、どっち行こう、こっち、うーん、こっちこのエイムがね、あ、救われた、なるほど、前は天秤つけてるんやけど全然あかんな。 OK、 おお、いいね、今の探知負荷のおかげでだいぶ反応が遅れたんじゃないですか。心音聞こえてたらね、もうちょっと早く離れてたと思う、うん、
どこ行ったスティーブ。お、あ、この板か。なるほど。あ、チャボ、この板使わない。なるほど、上からあそこを降りたんか。あ、わかんね。降りて。わかんね。いや、一旦右かな。まあいいや、ちょっと別の人追いましょう。うん、よくわかんなくなった。お、うん、おじいちゃん、セルフケアなしかな。オッケー、追いましょう。おおおおおお、もう一人おるね。どうやろう、これは板倒されるな。あれ、あ、おじいちゃん離れてるわ。ちょっと今おじいちゃんおるように見えた。ダメだ、ちょっとこういうぐだりをやっていくと普通にトホキラー負けるから。まあでもちょっとルインの残業具合に救われてるけど。よし、オッケー、よし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 、ケルフリー成功。おっと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 、で赤、このおじいちゃん、スティーブとケイトがスプーバーで、おじいちゃんはどうかね。よしよし、こういうのちゃんと覚えていかない。オッケー、でこれでまたサージが決まってるわけよね、ここにね。これ便利よな、マジで、うん、で 32m になったら思ったより決まらないから、思ったより決まるになってるので、でさらにこれワープをかましていく。このワープね、ちょっと仕掛け位置ミスったよな、多分。これ多分そうよね、世界丸見えよね。ああ完全に世界丸見えだったので逃げられました。はい、あれちょっとさすがにね、壁挟んだ向こうのちょっと離れたところぐらいに仕掛けて、あの8メートル以上ね、うん、で、単中間の状態で行くっていう。ここは死にたい。 OK、 ここはね PTB で学んだとこ。この上結構弱い今の感じで、まあ、ギリギリまでキラー見て飛び降りないっていうのもあるけど、それやるとそれはそれで多分上で切られるし、あの上逃げるのは愚策かもしれない、うん、まあ違い、うん、よ、さあどうかな。探知不可、おじさんが来るよ。お、いた。 OK、 まだ探知不可聞いたんかな、よう分からんけど、これ倒すよな。 OK、 まあいいか、これはちょっと追わんとこ。こっち何もないよね、うん、こっちにしか発電機ないので、あっちは追わないでおきます。うん、マジでマップ把握大事やな。何のボーンや。あ、わ、あれか、このポータル壊されたか、はい、おお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 、ここ使うか。この発電機やってたらバレバレポータルやけど。お、やってない。んで、なんかこの辺にバベチリ見えたんよな。おー、あー、サージ決まってる状態のままってことはいいか、うん、あ、ポータル壊された。なるほど、やってない。結構発電機回せてないね、ルインが。てかルインいつの間にか壊れてた。なんかあのサージでもさ、ボンボン発電機爆発するからさ、どのタイミングでルイン壊れたかよく分かってなかった俺破滅、いつの間にか壊れてた。ここ2回仕掛けとこう、うん、でこのクソバレポータルくん行ってみよう、もう一回では、あ、やってない。なるほど、でコック行ってみる、うん、やってない。あれあんまやってないな。あ、ここやってるか。 OK、 お、2人ともいる。スティーブやっちゃうか。うん、この人スプバやからで破警戒しなくていい。 OK、 ちょっとねホーキンスやとねシュレッド決めにくいのが嫌やねんな。 OK、 よし、なんかさくねくねしてるからさ、うん、シュレッドここで決まるぜっていうところがまだ見出せない。ちょっと使っていきたいけどね。どうかな。いやー、ちょっとこことかもいけんのかな。ほっやーめた。オッケーここもこの板も弱いよな、うん、オッケー、よし、残り3人で発電機3個やし、まあ余裕持っていけるでしょう。今日はもう破滅マンが破滅マンしてくれたので、あー2個になったあそこにいるのでちょっと飛んでみます。
あの2階部分ね、結構弱いポジションしかないから置いたい。あ、じゃあこっちか。あ、ごめん、なんか全然ちゃうとこ想像してた。ん、あれやってんの、ちょっと見えにくい、見えにくいねんけど、すげえ。あ、やってるわ。めっちゃ見えにくかった。うん、降りて、スマートな着地はないので、ほいほい、オッケー。で、お、右行ったね、オッケー。こっから終える、そして登っちゃう。あ、そこダメだ、そこダメだ、そこ弱いわ。オッケー。この上はあかんな。あ、まあ、うまく使えば逃げれんのかな。今のちょっとキラーがこっち側来てるのしっかり見て、あの逆側にも窓があるのでそっちを飛ぶとかね。おお、そこ2人やってる、飛びましょう。いや、ちょっと待って、手前行こう。あのクソバレコポータルくんじゃなくてこっち側行きますならば、おーい、突っ込んできたー。いいねー、ほいー、はい、よし、オッケー。いや、ホーキンスシュレット使いにくいな。あ、これはもう、はい、あ、ちょっと遅かったな、俺が降りんの。うん、今のもうちょっと反応早く降りれたかな。お、いいね、この板使いに来ると思った。お前はこの板を使いたくなる、そんな気はしました。うん、オッケー、どうしようかな。なるほど、その辺に2人と。もう発電機回せてないし、終わるな。よし、これ置いて、とりあえずここ一瞬探知浮かの状態にして索敵しよう。そしたらね、結構ばったりがあるので、うん、そう、この前やった2試合でもね、あのポータル積極的使うようにしたらばったりが1、2回はあったのでね。うん、まあどこにいるかサバイバーがあんまり予測ついてなくても、とりあえずポータルは使っていこうかなと。この辺行こうか、ユイーン。この上はやってないんかな。うーん、どうしよう。あ、いや、ちょっとここよう分からねえな、遠いので。ちょっともう一回ポータル使うわ、これ。よし、もう一回行こう。ういー、こんにちは、いますか。いない、やってない。こっちはポータル、ん、オッケー。ポータルの方から来なかった、残念ながら。これもありやな、ポータルをもう店ポータルで置いといて逆から行くみたいな。え、そこで着地広告が、こう超硬直があっての、オッケー。で、派手なかったね。しかも、あ、ちゃうわ、これあれか。サージか。結構決まるようなサージ。今、お、スキルチェックミスったかと思った。キラーさんのサバイバーが。勘違いは起きてしまうな。あんちゃんは別に映らへんから。お、映った。え、今の地下？あれ？ん？どう行った？なんか地下っぽい方に行かんかった。あ、お、いた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 。オッケー、シュレット決まらない。はい、今のが、シュレット決めたろ、うわ、イタールヤン、通常攻撃いくしかない、うお、よっしゃ、当たったアタックです。はい、というわけで。ちょっとロックにシュレット使えなかったのですけれども、うん、まあこのシュレット2秒から 2.25 秒に硬直はまあまあわずかなんで、そこまで、うん、弱体ではないかなと。これね、うん、それよりもあのポータルの隠密性が上がったことの方がでかいと思うので、まあ、一応 PTB よりは微強化だとは個人的には思いますね。あのポータルうまく使っていって一撃目をさっさと与えて、あとはシュレットうまく使って二撃目を与えて、なんとかテンポを取っていくと。あとこれドーンと、あのデイリーが出たので、今回もシュレット、ま、ろくに使えなかったけど、あのね、シュレット5回当てるっていうデイリーでした。はい、でもゴルゴンさんは。というわけで、デイリーの紹介もしつつ、本日のゴルゴンゾーラさんでございました。このキャラもね、結構俺シュレット楽しいので、今後ちょいちょい使っていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければコメント、チャンネル登録などしてやってってください。バイバイ。